はい、どうも、とゆみです。本日は僕らの放課後遊びというゲームをやっていこうと思います。このゲームは僕らの消しゴム落としと同じシリーズのゲームですね。このタイトルのところにね、消しゴムくんと消しゴムちゃんがいるからね、消しゴム落としので、今回は、この男の子と女の子たちがメインのゲームって感じですね。いや、すっごいイラストが可愛いんだよなこれ、うん、めっちゃ可愛い。この少年少女たちのね、青春に私がお付き合いできるなんて光栄でございます。ではやっていきましょう。いや、なんかすっごいコメントが気持ち悪いな。人数セレクトは、もちろん私はね、いつでも一人でやっていきます。で、モードセレクト、すべての遊びを順番に、あ、こっち、そう、これや、まだやったことないんだけど、これもすごい、ちょっと後々やっていきたいんですけど、今日はこの好きな遊びをプレイしていこうと思います。ミニゲーム集みたいな感じですね、ゲームは。で、これキャラクターがさ、一人ずつ名前もあってさ、ゆうと、ひなちゃん、いつきくん、そうたくん、たくみ、りんちゃん、あきら、るい、もういいね、みんな個性的ですっごい可愛いけど、私はもうね、一目惚れしたんですけど、このるいくん、もうるいくんに一目惚れした。私はるいくんを使っていきます。はい、すんげえ可愛いるいくん。で、こんな感じですね。ゲームがいっぱいあって、12個のミニゲームが今のところあるんですね。で、いっぱいあるので、じゃあまず左からやっていきましょう。ダンボール滑りから、まだ全部はプレイできてないんですけど、何個かやった中でね、結構むずめのものもありましたねはい、じゃあまずダンボール滑り、私は両方見てコースに最高記録36秒、ちょ、早いか分かんないけど、これ早いよね、コース1より早いもん。じゃあこのコース1をやっていこうかな、まず。はい、操作説明はね、これもう単純でね、 A を押しながら左右に曲がるだけみたいな感じです。じゃあやっていきましょう。ちょ、自分との戦い、これはね、私1位取れたんだよ、両方だから、いける。よし、負けぬぞ、負けぬ、誰が敵であろうと負けぬ。この敵たちは誰くんたちだろう。よし、曲がって曲がって、はい、インコース取る。この板とかに、木の上とか、この地面に書かれた矢印を踏むとスピードアップして差をつけられるという、うん、ちょっと邪魔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 、紫邪魔、うら、ティア、ルイ君大暴走中、ルイ君がめちゃくちゃ暴走してる。どっち行こうどっち行こうどっち行こう、左左左左行こう。よし、はい、で、右曲がる、インコ、うーん、結構遠回りしちゃった、結構、あ、いかん、木に登る、乗れない乗れない乗れない、ね、48秒取るんだ私、48秒、あー乗れなかった。よし、ベスト記録出した、記録更新最後矢印乗れてたらもうちょっと早く行けたけど、まあ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 、まあ、うん、最高記録、よし、ニューレコード。いや、ルイ君いい顔してる、いい表情してるよ。はい、よっしゃ、いきなりちょっとニューレコード出せるという超いい感じなんですけど、じゃあ次はこの水切りで遊んでいきましょう。これそう、この水切りマジで勝てないんだよね私、2、3回今やったことあるんだけど、マジでむずい。これもね、もう簡単でね、場所を選んで投げるだけっていう単純なルールなんですけど、あの木とかにぶつかると石が止まっちゃうから、この木に当たらないポジションを選んで、この辺かな、いや、ちょっとな、うん、この辺この辺この辺で投げるを押して、パワー全開マックスのところで止める。おーし、めっちゃパーフェクト、めっちゃパーフェクト。で、赤のところで止める。うわー、なんでー、あー絶対これ無理。もうこれ結構いったように見えるけど、マジでこれコンピューターが強くて、いや待って、もう場所ポジもなんかすごい、あやったね、あ、やったやった、あ、やらかしたけど結構いくな結構いったな。え、バットだったよね今。いや、めっちゃ強そう、見た目めっちゃ強そう、やばい、絶対強い、この子絶対強い。あれみんなバット、え、どうしたの、え、みんな、え、手加減してくれてるのかな。私マジでこれ勝てなくて、全部ドベで終わったんだよね今のところ。え、ちょっと、いや、この子強そうだよ、やべー待って、これ手加減してくれてる説が濃厚になった私。え、マジで21回とか1位になれる回数じゃないもん。え、マジか、やったやったやった。まあ1位になれるなら私は何でもいいけど、これ木に当たらない、この辺かな、うん、この辺でいこう、ほい、よし、ここめっちゃうまく、ここがむずいんだよね、はい、いや、め
っちゃむずい。あそこ真ん中に止めるのめっちゃむずい。さっきと大体同じだよねこれ。いや全く一緒。うん、面白み何の面白みもない。マジか。え、じゃあここら辺ちょっと飛ばしていこう。いやね、ね、出た、本性を表した、本性を表しやがった。うわ、もう来たよ、みんな覚醒しだした。ほら、もうみんな覚醒しだした。なんてこった、ちょっとみんな、うわ、ちょっとあくどいな、私が油断してる隙にこんなこと。うわー、私ね、ドベ。結果発表。結局ドベ。うわー、これむずいな。ちょっともう一回戦、もう一回。お、衣装20回以上跳ねさせ。ちょっとレベル低い私のトロフィー。え、リトライリトライ。え、ちょっと待って、強くない、マジでこれ1位取れないもん。ちょっと待って、はい、おっぶねー、めっちゃ危ない。ここうまいんだよ、私ここうまい、ここが下手い。ほい、おし、おし、おし、おっぶな、おっぶな、おっ、優勝確定、絶対優勝できる、これやったやった、え、すごくない、34回。待って、敵もこれ強いぞ。え、待って、めっちゃほぼ私と同じぐらいじゃん。ね、やめて。あ、あ、23回。あ、よかったよかったよかった、意外といかなかった。最後、見た目がめちゃくちゃ強そうな。おお、よっしゃ。1位になれた、挽回したよ、下克上。さあ、ドベから1位に這い上がった。よっしゃよっしゃ、シルバーゲット。お、あ、やった、ゴールドもゲットしたじゃん。よっしゃ、トロフィーもめっちゃゲットした。うわ、これでもう悔いないわ、この水切り、めちゃくちゃ嬉しい。これマジで難かったから。はい、じゃあ次この、切り替えていこう。木登り遊んでいこうと思います。この木登りはね、私こういうのマジ得意だから、連打系なんだよねこれ。そう、移動しながら連打で登るっていう。連打ゲーはコンピューターには負けてられないからね。いくぞ。あの、飛び出てる木とかが邪魔だから、そういう時は移動するっていう。もうもう、ほら、圧倒的速さ、圧倒的速さ、圧倒的速さ。よいしょ、よいしょ、いけるいける。あー、ちょっと、うく、よいしょ、ちょっと待って、喋れない喋れない。よっしゃ、早い、よし、よし、あれ、私のベスト更新なんだったっけ、さっきの記録。それ見てなかったわ。いいよ、もう5秒も差つけてるもん。2秒と、あ、2と。よしよし、記録更新いったんじゃないこれ、結構早かったよ。新記録、おっしゃ、来たー。いいよ。あ、でもこれでもシルバーか、ゴールドもっと早いのか。うわ、すげえ、ちょっといつかゴールド狙いたいわ。はい、じゃあ木登り、魚釣り、魚釣り、こっからやったことないんだよ。ちょっとこっから初見プレイなんで、ちょっと試行錯誤しながらだと思うんですけど、やっていこう。魚釣り、むずそうだな。魚釣り、移動して、あー、でも竿を引く。はい、 A ボタンで川に向かって竿を投げます。振動が強くなった、あー、はいはいはい、あー、間違えた間違えた、いいえ、はい、遊んでいこう。で、A で竿、もう適当に投げればいいの、場所選んでいいの、あ、場所、うわみんな早い。え、ちょっと待ってちょっと待って、あ、なんかここめっちゃいない。え、ちょっと待って、わかんない、わかんない、やばい、待って、みんなゲットしてるのに。振動、あ、来た来た来た、あ、なるほどなるほど、あ、わかったわかった、ルールわかった、ルールわかった。あ、待って、なんかでかそうなのいる。でかいのゲットした。ほら、来い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 。魚よ。よし。ちょっと振動がどんなもんか最初わかんない。あ、待って、でかいのいる。ふわ、来い。魚。あー、違うのが来た。違うのが来た。あのでかい魚の影が欲しかったけど。ほら。よし、来た来た。待って、いいよいいよ。私1位狙えてるじゃん。ほら。ちょ、私だけこのゾーンをね、独占してるからね。みんな上で頑張ってるけど。みんな移動しすぎじゃない。だった、そんなのあるんだ。なんかみんなすっごい移動してる。そんなに移動する？あ、終わった。よし、圧倒的勝利を果たした。よしよしよし、ブロンズゲット、シルバーゲット。あー、ゴールドはいかなかったか。
よし、初初見だったけど、まあいけたいけた。じゃあどんどん行こう。ラジコン、ラジコン、うわーっとカメラき、うわこれむずそうだよ。なんかめっちゃ操作あるじゃん。あ、まあマリオカートみたいな感じだよね。じゃあとりあえず行きましょう。うわーこれむずいぞ多分。アクセル、まあとりあえずマリオカートの要領で行こう。うわちょっと待って、ドリフト、え、ドリフト、ちょっと待って、うわー早いよみんな。待って、私手加減して、手加減して、うわー、あ、こっちがいい。いやこれダメだ、よよよよ、よっしゃ曲がりすぎー、ちょっと。あ、あれか、ドリフトって言ってもマリオカートみたいにはならないのか、あんな加速みたいな。うわちょっと待って、待って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 、やばいやばいやばい事故った事故った、やばい曲がりすぎ、いやーこれ無理だよ。え、これいける、え、お願いお願い、待って、私一人孤独の戦い、孤独の戦いになってる。うわー、うん、クソダサいな4位ほらもう差がすぎるもんこれいや初見これむずい、初見はむずい。うわめっちゃ5秒以上離されてる、これはむずい。どうしよう、リトライ、いやとりあえずもうちょっと遊んでいこうかなゲームでこれちょっと次やっても1位取れそうにないから、じゃあ小石タワー、じゃあ今回この小石タワーで終わろう。小石タワー、タワー作るのかな、石で、そのまんまだけど。あー、また回転、左右で小石移動、上下でカメラ移動、小石を落とす、ズーム、うわちょっと待って操作が多い、ズームアウト、まあ、A で小石を落とす、小石を回転しつつ A で小石を落として石を積み上げよう。あーなるほど、落とさないようにか土台を。うわーむずそう。え、でもそのまま落とせばいいんじゃないの。はい、あ、間違った、ちょっと、え、そのまま、うわー、ちょっと待って、これむずい、うわー、え、待ってこれむずくない、はい、うわー危ない危ない、どうしよう、変な形きた、うわこれ形も、よしよし、めっちゃ斜めてる、ちょ私めっちゃ慎重派、はい、うわー危ねー、これ向きも関係あるんだよね多分、よし、いいよ、バランス保った保った保った、これこれなんかすっげえ形してんな、こっちに重さを持っていきたいからこう、よし、うまいうまい、待ってめっちゃ計算できてる、はい、おお、切る切る切る、でこれもこっち、よし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 、いいよ、ちょっと左に重めに行こう、いやでもちょっと左に行きすぎると危ない、もうギリギリ攻めよう、おーこれもう無理じゃね、次絶対無理でしょ絶対無理だもん、え、でもやった、めっちゃ登った、めっちゃいけた、 22m ってすごくない、え、すごいすごいすごい、ちょっと慎重になりすぎたけどやった、これは小石タワーマスターだよ、おっしゃー、ゴールドゲット、初見でゴールドゲット、めっちゃ嬉しい、小石タワーマスターに私はなった。